はい、こんにちは、原田農園です。9月8日の土曜日です。今日はですね、仕事が休みなんで、ちょっといろいろ作業を、していきました。こちらですね、メロンとかマクワウリが植えてあったハウスなんですが、綺麗に片付け終わりました。次ですね、9月15日付近に玉ねぎの種を、こちらに発種してですね、育苗して玉ねぎの苗を販売していきたいと思っておりますので、こちらですね、トラクターで購入してですね、玉ねぎの苗を仕立てれるように、玉ねぎの種、9月の15日に発種できるように準備をしていきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、こちらキュウリの、ハウスのキュウリの様子です。実がもうですね、かなり次々とつき始めました。収穫もですね、毎日収穫しないとですね、大変なことになってき始めました。収穫と同時にですね、葉っぱをですね、落とす作業をしながらですね、収穫をしています。次々できてるんで、もう順調かと思います。このままですね、年末までずっとできればいいんですが、ちょっとどこまでこのキュウリ頑張ってくれるか、ちょっと楽しみですね。はい、外は雨が降っていて、ちょっとハウスの中の作業しかできません。午前中はですね、まもなく JA のですね、委託作業の、ミネラル G という水筒の、刈り取り、稲刈りが終わってからのですね、次の来年へに向けてのですね、土壌改良剤散布が待っているんですが、そちらを散布するのにですね、高北のコンポキャスターを使うんですが、ちょっとですね、もう3年目ということで、メンテがかなりいるような感じで、ちょっとバラしてですね、掃除したり悪いところを変えたりとか、午前中はしました。昼からですね、今ミニトマトの収穫を行いながらトマトトーンをしたりですね、あとキュウリの剪定を行ったりしております。はい、以上ですね、キュウリのハウスの様子でした。はい、ミニトマトはもうはるか3メーターぐらいの高さになっています。収穫をですね、徐々にしていろいろな色のミニトマトを出荷していきたいと思います。あとですね、10月に、地域でキャンプファイヤーがあるときにですね、ミニトマトすくいをしたいということで、原田農園のミニトマトですね、こちらを出すようにしております。